5月の18日朝ですね朝の撮影ですねえいやヨタ何も思い浮かばないやヨタ話って言ったらあれですけど、ねうん、<laughs> まあうん、まあ、とりあえずあのなんか朝、ね、やったらまあ朝 ネットサーフィン。あはもう死語だ。<laughs> えっ、ー、と、ネット見てたらば、ネット見てたら気になった記事は、えー、あれですね、あの、えー、と、これはヤフーニュースオリジナルのザ・ページっていう記事ですかね。えーえー、内部文書も流出、えー、修学館サッカー部の問題は、段原監督の退職実。 暴力コーチの懲戒免職で幕引きにしとい,い,いうことでですねえ。冒頭部分引用しますとえ、男性コーチが暴力を振るう動画の流出に端を発し、その後の不可解な対応や弁明がさらに炎上を招いていた熊本県八代市のえ私立修学館高校サッカー部の段原監督49歳が同校を依願退職。 暴行容疑で書類送検された男性コーチが懲戒免職処分になったことが明らかになった複数のメディアが17日夜に報じたもので自身の暴行疑惑も浮上していた段原監督が退職するという幕引きで暴力が常態化していた件を含めてサッカー部をめぐる問題の真相究明真相解明か真相解明は難しくなったえー、引用終了でございますけども まあこ、ね、れはもう永遠のテーマかもしれないなって思いますがねこれはあの、えー、教育と暴力、えー、しつけあるいはそういったあの人に対して何かを教えるときに,に、えー、言葉だけで言葉,、うん、言葉だけでもいいやあの相手を精神的、えー、身体的に傷つけずに教え,教えることが可能なのかっていう,ふうことでうーんと、えー 私はあの教職でもいい教職員でもないですし人の親でもないので何とも言えない何とも言えないって言ったら嘘になるなあのもう無責任に聞こえると思うんですけども無理だろうとあの相手を傷つけずにあの教えることって,って思ってしまうんですけれどねどうにもねっていうあのた。な それはあの線引きとしていいあの暴行事件になっちゃうようなやつはダメですけどねあの例えば熱湯をかけるとかあの、えー、骨折るとかそういったことになるともうレベルがどんどんなもう違ってくるので違うなとは思うんですけどまあデコピンであるとかはうんまあ自分自身がねあの,あの嘘をついた時とかは。 げんこつなりあのくら,らってあのそういうのを習ってきたわけでねまあ、昭和59年生まれギリギリ昭和の人間から言わせるとまあうんまあそれ自分がやったまんまをそのまま下にやるとおそらく虐待とかになるんだろうななんのかな <laughs>、えー、っていうふうにそれでもあの 例えば嘘つく嘘つくことはいけないことだよとかあの、えー、人を傷つけることはいけないことだよっていうのに関してはやっぱり絶対教えなきゃいけないことだからどうにもそこで教え方に関してだけそういけないよっていうのはじゃあ子供に対してどうやって教えるのっていうところがなんか欠如しているような気がするんですよねこういう問題が出てくるといつも。 うんまあ、うん、この監督さんの場合はちょっとよくわかんないですけどねあの、うん、この監督さんもそうなのかなってあの解雇された場合には不当だとして訴訟を起こすとかい息巻いてたっていうふうに言ったんで自分のやったことに関して悪いことだとは多分かあんまり思ってないんだろうなっていうのはあるんですけども。うん ね、しかもあの立ち悪いことに結果出しちゃってます結果出してるんでしょなんかあの、えー、そんなに別に,にずっと優勝したとかそういうんじゃないけどあの、ね、県内の強豪校だったっていう話なので、うん、まあ自分を自分に対してが 教ええられたことっってていいいいう方法が使えなな以上は難しいなあって思いますねどうにもねあの暴力はいけないことだよっていうのはそれはもちろんなんですけどじゃあどうするのってなった時にちょっと私は私個人としては代案があんまりないなっていうふうに感じてる次第でございます。ええー、まあなんかいずれはあのうん あのそういったこともなくな,ってなくなったらいいなとは思うんですけどもうんまあ、うん、どうなんでしょうかねあの一番のいち人間が一番大抵つらいことって無視だからうんあんまり、えー、今度はあの注意したらこっちがまずいっていうことになってその教える側 教えられる側があと教える側に距離を置かれると、うん、それはそれできついなっていうんででも無視し今思ったらあ,あの指導しないっていうことでもなんかあの精神的な、えー、ハラスメントになるっていうふうなことを考えるとほんとこれお互いどうしたらいいかわかんないですねこれ。うん まあ、まあ私が生きてるうちに解決すりゃいいなっていうふうにまあ無責任に終わまあ強引に締めくくらせていただきますそれでは失礼します。